皆さんこんにちは、登坂淳一です。今日も読んでみた、最後までご覧ください。それではいきます。ナンツィゴンニャーババキチババスチホーンゲンニャーマーナンツゴンニャーババキチババスチホーンゲンニャーマーゲンニャーマーシオノーブラーゲンニャーマーイゴニャーマイングエナバーニャイゴニャーマイングエマバーニャグナエイゴニャーマイングナマバーニャイゴニャーマイングナバーグナマイゴナーマイングエナマバーニャイゴニャーマイングエナマバーニャイゴナーマイングエナマバーニャイゴニャーマイングエナマバーニャ全部同じかイゴニャーマイングエナグエグエナマバーニャイゴナーマイングエナマバーニャイゴナーマイングエナマバーニャ From the day we arrive on the planetAnd blinking step into the sun. There is more to see than can ever be seen. More to do than can ever be done. There is far too much to take in here. More to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky.Keeps great and small on the endless round. It's the circle of life. And it moves us all through despair and hope, through faith and love, till we find our place on the path unwinding in the circle. The circle of life.It's the circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love, till we find our place on the path unwinding in the circle of life, circle of life でした。前半なんですかこれ。これ何の曲か分かりますか。分かりません。サークルっていうザサークルっていう映画があるんですよ。はいはいはい、見たことあります？はい、あの女優さんが出てるんですよ。あのハリーポッターで有名なあのエマワトソン。エマワトソンが出てる。じゃない。あじゃないんですね。これあのライオンキングの。ライオンキング。曲です。はい。あそうだったんですね。はい、これでも分かる人は分かりますよね絶対、はい、ああみたいな。でもこのナンツゴニャーハバギチババみたいな、はい、これはここがナンツゴニャーババギチババ知らないと本当ダメです、ね、映画見たことありますかライオンキング。ないですね、ないです。ディズニーとかは見られるんですか。夢のある世界に縁がなかったんでないです。最近は見たりして、本当あのなんかアナと雪の女王だっけ、はい、あれもなんか最初全然すごい流行ってても知らなくて、はい、一回別のクイズ番組であの主人公だっけ主人公のお姉さん、はい、エルサの名前とか分かんなくて。はい、分かんなかったですね。エリナとか言っちゃいました、ね。全然分かんない。そうそうそう。ディズニーランドとかは、はい、あ何年か前にあの、うん、行きましたね。シーに。シ、は、ー、い。シー。なんか乗ったりとか。乗り物とかは全然怖くないので、はい、あの何でも乗れちゃうんですよね。何でしたっけあのもうねあの
ちゃんと覚えてないんですよ、はい、あのなんか簡単に言うと上から下に落ちてくるやつですよ、はいはいはい、あの何でしたっけ、あのタワーオブテラー、タワーオブテラー、はい、あれとか、はい、ああいうの結構好きですね、はい、本当です、うん、あれ写真撮るじゃないですか、はい、でちゃんとみんなこうなってるのに全然一人だけ前向いてました、ね、なんかじゃあパレードとかもありましたか、はい、パレード見てないです、パレード見てない、人混みが苦手 で, そうです、あでもなんかすごくし、あランドは、はい、ランドは本当にあの東京ディズニーランドができた時、はい、あれ1983年かな、はい、それであのできた時にうちあの父親がなんか成功グループの会社だったんで、その成功スポンサーなんで、はい、オープン前に行けたんですよ家族で、それが初めて東京ディズニーランド行って、ですごい楽しかったんですけど、はい、それ以来そういうの全然まあ、行くこともなくなり、学生の時も一回行ったかどうかぐらい で,、はい、で大阪に僕も NHK 入って大阪にいた時に2001年ぐらいかな USJ ができて、それは取材でなんかちょっと行ったりしましたけど、もう全然そういうテーマパーク系行かなくて、映画は好きでもそういう、あそうですね、で映画でそうい う, こうディズニー系の映画とか見るのがなんかモチベーションがま高まらなくてあまり見なかったりとかしてました、はい、ピクサーとかも、ええ、なんか例えばモンスターズインクとかトイストーリーとか、ええ、全然なんですよ、そういうところに、だからちょっと食わず嫌いみたいになってるので見ようと思って、はいはい、穴雪は見ましたね確か、そう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 、なんかでもこういうちょっと子供が好きな、はい、まあ、ディズニーだとすごく好きじゃないですか、それで言う、はい、有名、まあ歌だとこう、まあ、今日みたいな感じになると思うんですけど、こういうのも少しやってみるのも面白いかもしれないですね、はい、ね、いいと思います、いつも知らないのばっかり出されてどんだけ知らないんだなんかやりたいものとか具体的にもあったりします、なんか今のその子ど、例えばなんかこれで結構子供にも見てもらえそうな題材でちょっとやってみたいなっていうのを思いました、何か具体的にじゃあ何っていうのが、うん、まあ、ディズニーのは何かもし、あでもディズニーとかあれですかね、権利関係大変ですか大人の話大人の話いやでもなんかちょっとそういうね、名作のね、はい、名作の名作って言った時に何が出てくるんだろうって思って、なんだろうな、推しの王子様とか、はい、それはちょっとあれだな、絵本あれジブリとかは見られる、あジブリも、見ているものと全部見ているわけじゃないんで、はい、見てるものと見てないものがあったりとかですかね、はいはい、今はもうコナンのヒーローの弾丸が、あ、ね、すごい楽しみなんですけど、コナン やりますか、コナンできますかコナンできますかコナンね、はい、ぜひやりたいなと思います、はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました、またぜひご覧ください、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします、ありがとうございました。